ぬいぐるみ。これは美容室の A さんから聞いた話だ。ちょっと個人的には後味が悪いというか、もやもやしてる話なんだけど。A さんはそう前置きをして話してくれた。美容師の専門学校に通っていた時のことです。2年生の後半で同期の友達はみんな就活でバタバタしている時期でした。私は親戚が美容室を開いていて、卒業したらそこで面倒を見てもらうことになってたんで、そういうのとは関係なかったんですけど、自分だけ蚊帳の外にいるみたいで、嬉しさ半分、寂しさ半分って感じでしたよ。コネで楽しやがって、とか、そんな風に見てくる子もいましたし。仕方ないんですけど、ちょっとしんどかったです。そんな時、たまたま立ち寄ったリサイクルショップで、熊のぬいぐるみを見つけたんです。ブランド物じゃありません。年季が入って少しくたびれたぬいぐるみでした。一目惚れってわけでもないけど、なんとなく気になっちゃって。安かったし、そのまま買って帰っちゃいました。ぬいぐるみは他の子たちと同じように枕元に置きました。そこがぬいぐるみの定位置なんです。それから、一週間が経ったくらいからですかね。変なことが起こるようになったんですよ。急に寝つきが悪くなって、ようやく寝てもすぐに目が覚めたり、ぬいぐるみの向きがいつの間にか変わってたり。どっちも気のせいって思うかもしれませんけど、今までそんなことなかったんですよ。小さい頃から布団に入れば5分もかからないで眠って朝まで起きないんです。夜中に目が覚めるなんて初めてで、すごくびっくりしたんですから。買ったばかりのぬいぐるみが頭のそばにあるから慣れてなくて起きるんじゃないかって?でも、それなら、買ったその日から起きちゃうはずでしょ?一週間も経ってからっていうのは、やっぱり変ですよ。ぬいぐるみの向きについては、寝ぼけて触っちゃったかもしれないし、勘違いの可能性もあるから、強く反論できないんですけど。でも、だんだん夜中に、うなされるようになったんです。どんな夢を見たとかは全然覚えてないんですけど、起きるといつも汗まみれになってて。ただまあ、その時はちょっと精神的にも参ってたから、そのせいかなとも思ってました。私、コネで就職が決まってるから、就職うまくいってない友達と距離ができちゃってて、一番仲の良かった子ともひどい喧嘩をしちゃいました。その子は行く面接行く面接、全部散々だったり、ちょっといろんなことが裏目に出てる時期でした。だからずっとイライラしてて、感情の波も極端になってて、原因は何だったんでしょうね。私が慰めようとしたら、コネ持ちで苦労も知らないくせに無責任なこと言うなとか返されて、カチンと来て。そんな感じだったかもしれません。その日はひどかったですよ。家で大泣きして吐きそうになって。食事も取れないまま、いつの間にか寝てしまいました。夜中の2時頃だったと思います。目が覚めました。
でも、はっきり起きたわけじゃなくて、半分以上寝てるような状態で。寂しかったんでしょうね。夢うつつで、こう、手だけ動かして、触れるものを探したんです。自分では、枕元のぬいぐるみを抱こうとしたんだと思います。で、ぬいぐるみの一体に手が当たって、ぎゅって握りました。でも、それが思ったよりも、太くて、ごつごつしてて、まるで男の人の手首みたいで。その瞬間、枕元に人の気配を感じました。誰かがいる。眠気が一気に飛んでいって、私は悲鳴を上げながら、握っていた手を払いのけると、柔らかい何かが床に落ちた、かすかな音がしました。慌てて枕元の明かりをつけて、あたりを見渡します。けれど、室内には誰もいません。狭い部屋だと言っても、さっきの一瞬で外に出たり隠れたりするのは不可能です。寝ぼけて勘違いしたにしては、手のひらに感触がはっきりと残っています。そういえば、手を払った際に、音がしたのを思い出しました。確か、ベッドのすぐ脇です。恐る恐るベッドから下を覗くと、そこには、あの熊のぬいぐるみが転がっていました。こちらを見つめ返す焦げ茶色のプラスチックの目玉が、妙に生々しく光っています。言いようのない気味の悪さを感じ、私はぬいぐるみを部屋の外に出しました。すると今度は、ドアの向こうで人の気配がするんです。歩き回ったり、物音が聞こえたりするわけじゃありません。ただ、扉越しに、じっと息を潜めてこちらの様子を伺っている。一晩中そんな気配をずっと感じていました。夜が明けて、私はすぐにそのぬいぐるみを手放すことにしました。それで、その、どうしたと思います?私ね、喧嘩した子に、あげちゃったんですよ。プレゼントだって言って。仲直りしましたよ。その子は、それから、何かあったんでしょうね。今までの躁鬱状態だったのが、一転して明るくなって、彼氏でもできたんじゃないかって周りは噂してましたけど、本人は否定していました。面接もトントン拍子にうまくいって、あっという間に就職も決まりましたよ。でもね、少しずつだけど、体が細くなっていってるんです。ダイエットしてるなんて言ってましたけど、それにしては、痩せたというより、やつれている感じで。卒業した後は、就職先が離れてることもあって、会うことはなくなりました。連絡は取り合っていたけど、だんだんそれも少なくなって。A さんはそう言うと、スマホを向けてメールの文面を見せてくれた。そこには短く、一文だけ書かれていた。幸せだよ。このメールを最後に、友人とは連絡が取れなくなったということだ。赤い少女。
中学生の頃の話。あれは夏休みが終わって少し経ったぐらいだったから、10月に入るか入らないかの時期だったと思う。美術の授業で写生があった。学校内外のどこでもいいから風景を描くというものだった。学内外の文句の通り、写生を行う場所はどこでもよくて、この授業中は学校から出て行ってもいいという自由さで、生徒からは人気があった。ただし授業の終了5分前には美術室に戻ってこなければならず、授業を5回行う間に1作品を必ず完成させる。そのどちらかを破った場合は、漏れなく通知表の値が最低になるという厳しい条件もあった。それでも5回のうち4回まで家に帰って過ごし、最後の1回で1作品書き上げようとする生徒は後を絶たなかったけれど、私と友人の T は学校のそばにある公園で行うことにした。灰色一色で円筒形という単純な形で書きやすそうという理由で、私は公園の入り口近くにある水飲み場を選び、その正面に座り込む。T は遊具を描くことに決めたらしく、私に背を向けてすでに鉛筆を動かしていた。モデルが単純だから、授業が終わる頃には色を塗る手前まで終えることができた。T も美術が得意なだけあって、ほとんど下絵が出来上がっている。しかし、その構図に私は首をかしげた。キャンバスの中央と手前の空間が不自然に開けているのだ。絵の内容としては、左右にジャングルジムとブランコ、その奥に他の遊具や樹木が描かれている。順当に考えれば、その二つがメインで、他は背景になるのだろう。けれど、ジャングルジムとブランコは、間が妙に開きすぎているし、それらの手前、つまり、キャンバスの下4分の1ほどは空白だった。素人考えでも、ジャングルジムとブランコの間、もう少し手前側にメインとなるモデルを配置すれば、しっくりくるんじゃないだろうかという構図だ。不思議というか、違和感のある描き方ではあったけれど、そういう美術の技法があるのかもしれないなと、私は一人納得して、それ以上気にすることはなかった。それからしばらく、私は色塗りにひたすら頭を悩ませていた。色合いも形も単純だからと選んだ水飲み場だったけれど、難易度が想像の10倍は高かった。単色のものを立体的に見せるには、色の濃淡で陰影を表現しなければならず、明るい灰色だの、暗い灰色だのを細かく塗り分ける必要があった。絵が得意なら苦労はしないのだろうけれど、絵心どころか知識もない私には、どこにどんな色を当てればいいのか、全く見当がつかない。とりあえず塗っては、その上から塗り直してをひたすら繰り返すしかなかった。被写体が円形であることも、その難しさに拍車をかけていて、もういっそのこと開き直って灰色単色で塗りつぶすか、ステンドグラス並みにカラフルにしてやろうかと思ったが、そばに絵のうまい T がいることを意識してしまうと、適当に済ませるのもちょっと悔しい。かくして私はひいひいうめきながら、黒と白をひたすらに調合し続け、T の様子を伺う余裕もないまま、5回目の写生最後の授業に突入した。
どうにかこうにか、それっぽく見える程度に形を整えることに成功して筆を置くと、まだ授業時間は20分残っている。T といえば、まだせっせと色を塗っているようだ。苦行から解放されたこともあって、私は T にちょっかいをかけてやることにした。そろりそろりと、後ろから近づく。T の肩越しにキャンバスが見えた瞬間、私はとっさに、あさっての方へ顔を背けた。ほとんど、反射だった。心臓が驚くほど、早くなっている。交差点に出た途端、スピードを出した車が、目と鼻の先を通過していったような、そんな気分だった。そっと視線だけを T へ向ける。この位置からなら T の体が影になってキャンバスの中身は見えない。T は私に気づかず一心に筆を振るっている。背中越しではわからないが、その動きは荒々しく、筆を叩きつけるどころか刺すようだ。ガンと筆がキャンバスにぶつかる音。グリグリとおそらく筆先が押し付けられる音。勢いよく筆がキャンバスから離れ、毛先に残っていた絵の具が地面に飛んだ。赤黒いそれを視界に収めた瞬間、私はたまらず T を呼んでしまった。振り返る T。T の体がずれたせいで、キャンバスの中身が視界に飛び込んできた。緻密に描かれた遊具。昼下がりののどかな公園の風景。そこに、下絵の段階ではなかったはずのものが書き込まれている。髪の長い真っ赤な少女。伸び放題の髪は顔をすっぽり隠し、三日月型に曲げられた口が隙間から覗いている。服は赤地に白のまだら模様。ではなく、むしろその逆だと理解して、私は口を押さえた。その絵、何？私は声を絞り出す。何って、公園の遊具描いてるんだけど。T の不思議そうな声に、私は首を振る。ひどい風にでもかかったように、頭が重い。じゃなくて、真ん中の。真ん中？ T がいつもの口調で、怪訝そうに私の言葉を繰り返す。ああ、これ、ダメなやつだ。T は自分が何を書いているのか、わかっていない。あくまで公園の遊具を中心に風景を書いているつもりで、真ん中のあれには気づいていないし、描いている自覚もない。これは、気づいたと悟られちゃいけない。私は、鈍痛までし始めた頭を起こし、背筋を無理やり伸ばす。ああ、ごめん、気のせいだったみたい。とつぶやいて、T とキャンバスから、体ごと視線を外した。さすがに不自然だったとは思うが、タイミングよく美術の先生が見回りにやってきた。先生は T の絵を見ても表情を変えることはなく、ただ、これで完成か？と、一言 T に尋ねた。もう少し塗りたいんですけど、と T は言ったが、先生はもう時間ないし、これでも十分だろ、
と言って、私の絵と一緒にキャンバスを回収していってしまった。この話に関して、T については、それきりだ。この後様子が変わったとか、不思議なことが起こるようになった、などということもない。一つ強いてあげるなら、あの絵が戻ってこなかったことだろうか。普段なら檻を見て、授業中に一斉に返されるのだけれど、今回の絵だけは美術の先生から担任を通して、各生徒個別に返された。そして T だけは、絵を戻されなかったらしいのだ。それについては、T は特に気にした様子もなく、この話題が出た時も、絵の存在自体をほとんど忘れていた。私はといえば、T の描いた絵が、魚の小骨のように、私の喉奥にずっと残り続けていた。だから、ただの気のせい、または T のいたずらだったという証拠が欲しくて、公園に足を運んだ。休日の真っ昼間だというのに、公園には人っ子一人いない。そういえば、ここに人がいる印象ってないな。T が座っていた場所に立ち、私は持ってきたデジカメを構える。スマホを使うのはなんとなく抵抗があった。液晶画面には使用者のいない遊具だけが映っている。これで写真を撮って何も映ってなかったらただの気のせい。祈りながらシャッターを切る。ピピッ、パシャリ。一瞬停止した画面には何も映らなかった。ほっと一息。いや、まだ油断はできない。デジカメの撮影モードを終え、保存した画像を探す。画像を目にした瞬間、私は後悔した。そこには、T の絵に描かれていた少女がいた。ボサボサに乱れた長い髪で顔を隠し、白いワンピースを赤黒くまだらに染め、ニタニタと笑っている少女が。慌てて削除の操作をしようとしたが、デジカメが突然撮影モードに切り替わった。ボタンに手をかけてもいないのに、次々とシャッター音が響く。電源ボタンを押しても叩いても止まらない。たまらずデジカメを地面に叩きつけた。液晶にひびが入って画面が暗転する。私は動作を止めたそれをひっつかんで水飲み場のコンクリートに再び叩きつける。何度も、何度も。バラバラになるとその上から水をぶっかけた。この間、私はずっと叫んでいたのだと思う。カメラを壊し尽くしてようやく落ち着いた頃には、私の喉は熱と痛みを発して、声はガサガサにかすれてしまっていた。近くのコンビニで飲み物を買う。その袋にカメラの残骸を詰めて口を縛ると、公園のゴミ箱に放り込んだ。このことがあってから、この公園には行っていないし、就職で地元を離れたから、関わる機会は完全になくなった。だというのに、地元の友人たちとの会話をする機会があると、なぜか必ず公園の話題が出てくる。私が話に乗らないために、すぐに別の話題になってしまうから、気にすることもないのだろうが。今では、あそこは誰も立ち寄らず、手入れもされていないため、荒れ放題らしい。しかしあの公園は、今も存在している。